トランプの祐介です。スプリングフレームワークとしてここに立っているわけですが、比嘉さんに誘われた後にですね、ウェブアプリケーション開発の混合だなという題を聞かされて、これは騙されたなと思ったわけですが、スプリングフレームワークが何なのかということも含めてですね、あんまりウェブアプリケーションということだけにスプリングが取った調べではないので、もう少し大きな話として、今日は、素直にスプリングの話をしていきたいなというふうに思っています。なのでスプリングとはから順番に。スプリングとは何ですかというとですね、いろいろあるんですけども、最近の、説明はビジネスオブジェクトをマネージメントするためのフレームワークという、ここら辺からしてもすでにシーサーレイズとですね、大きな違いがあることに気づいたと思うんですが、要は、クラスとかオブジェクトとかコンポーネントとかそういったものをマネージメントのくしていくためっていうことがそもそも根底にあってスプリングフレームワークが作られて、このコアの考え方というのはですね、2000年以降から基本的には全く変わっていません。最近ですともう一個側面がありまして、スプリングポートフォリオというもののコアというふうに位置づけられています。でスプリングポートフォリオというのは、スプリングフレームワーク、その DI コンテナと呼ばれているそのスプリングフレームワークを前提としたアプリケーションフレームワーク群として考えられたものですね。こんなところが今だと挙げられています。ウェブアプリケーションということに関係するのは、多分一番上のウェブフローが関係するので、これについては、でスプリングとは何ですかということなんですけども、先ほど言ったようにビジネスコンポーネントをマネジメントしますということで、プログラミングスタイルのベストプラクティスと言われているプログラミングスタイルをやっていただくのに非常によく、ポジョベースであったり、インターフェースベースであったり、あとは、IOC ですね、ハリウッドプリンシパルと言われたりしますけど、によって依存性を削減していきましょうと、結果として単体テストをちゃんとやっていきましょうと、あとは、ライフサイクルを、なるべくコンテナーマネージドにして、無用なシングルトンですとか、そのオブジェクトの生成管理していきましょうと、こういったものをきちんとやるためにですね、スプリングフレームワークは、それをやりやすくするためにいろんなアイデアが詰め込まれているというものですね。で、アジャイルで言われているキーワードでグルーとか車輪の再発明があるんですけど、スプリングも同じようなことを言っていまして、で何と何をつなぐかというとですね、要はあなたのアプリケーションと J2 API に橋渡しをしますよということが、スプリング非常に得意ですね。さらに、その他さまざまなフレームワーク世の中にいっぱいありますが、そういったものとも簡単に連携をしていくことができます。その既存の技術を使いやすくシンプルにすると、抽象化していって、スプリングフレームワーク上の統一された考え方の中で使っていてくださいというのが、スプリングの中心的な考え方になります。でこれは、車輪の再発明をしないというところにも大きく依存していまして、ログとかコネクションプールとかトランザクションといったものというのは、すべて既存のコンポーネントを使えばいいじゃんというのが、スプリングの明確な指示。スプリングとしては、そういった具体的なソリューションよりも、パターンであるとか考え方みたいなものを、なので、オーバルマッパーはスプリングフレームワークからは、多分今後も出ないでしょうというふうに考えられています。多分 S2JDBC もスプリングで動くんですが、必要になるそうなので、S2JDBC を使っていただいても構いませんというのがスプリングの姿勢です。で、もう一個、スプリングを使うとですね、XML ファイルがたくさんついてしまって、地獄になるとよく言われるわけですが、おっしゃる通りで、規約よりも設定が重要だという姿勢をとっております。明示された設定ですね、暗黙的じゃなくて、明示された設定によって、きちんとあなたのオブジェクトを管理していきましょうということをやりましょう。ただ、設定は確かに面倒なので、それを少しずつ簡単にするためにどうしていくということを、近年いろんなことでやっています。次のバージョンで少しまた変わってくるので、そこをちょっと軽く紹介したいと思います。ちなみに次のリリースはスプリング 2.5 というのになりましたので、 2.1
なことしますかっていうとですね、これはまあ今のバージョンにも入ってますが、カスタム XML というやつになりますけど、まあ、ここら辺もあのスプリングらしいんですが、XML 名前フッターを真面目に使ってですね、設定ファイルをパターン化していきましょう。で、上の例が下の例の短さになりますよという例なんですけども、これは単純に JNDI のルックアップをするんですが、昔のスプリングですと JNDI オブジェクトファクトリービーンというのに何やかんやということをしなきゃいけなかったんですが、これを J2E:JNDI-lookup というものにします。これは裏側でこのようなマッピングを自動的に行うような仕組みが動いていまして、まあ、こういったように自分で拡張もできるんですが、まあ、こういったようなパターンをどんどん設定として織り込んでいくことをやっています。それから 2.5 から、これはちょっと個人的にもどうかと思ったんですけど、p コロンのデータソース -left あるんですが、p コロンとつけるとプロパティで、-left をつけると ref を代替するそうです。p コロンはいいんですけど、-ref はどうなんだと個人的にはちょっと思ったりします。それからアノテーションも対応します。XML だけではなくて、こういったものも使うことができます。で、アノテーションは当然 XML 定義と組み合わせることも可能で、この場合には、コンポーネントスキャン、コンテキストコロンコンポーネントスキャンというタグを使うことによって、ある一定の範囲のコンポーネントに機能を追加するとか、いろんなことか。こんな感じで、設定ファイルを簡単に書くためのいろんな、まあ、これは簡単かって言われていろいろあると思うんですけど、スプリングを最初から指定するようにしてみればびっくりするぐらい簡単なんですが、まあ、こういった機能を適用してます。で、まあ、それ以外何やってるかというと、ここに書かれたようなことを大体やっています。まあ、GDBC、まあ、要はですね、いろんなものを簡単に扱えるために、スプリングらしく統一しましょうということで、GDBC であったり、OR マッパーであったり、EX トランザクションマッパー、あといろんなフレームワークを統合したり、あとインテストのサポートとか、そういったことを、スプリングフレームワークに提供して、スプリングって何ですかって僕が思うになるんですけども、まあ、あなたのコードはそのままでっていうのが基本的にはスプリングの姿勢かなと思ってます。で、それにプラス J2E とかフレームワークみたいなことをしたいときに使って、で、スプリング側からどうしても、アプリケーションに対して加えなきゃいけない場合は、まあ、なるべく標準仕様の範囲内で頑張りましょうと。なるべくそのフレームワークにスプリング自身に依存させないことを大事に考えています。依存するところがあるんですが、なるべく依存しないようにということが強く強く考えられています。それから、あなたの規約はそのままでというのはですね、もしプロジェクトでルールをお持ちであれば、そういったものはどんどん使ってくださいと。で、そうするためにはどうするかというと、まあ、ロジックとそのロジックを組み立てることを分離していきましょうということをやっていきます。で、その組み立て方、ロジックをどう組み合わせるのかというところを、まあ、どんどん多様にしていくことによって、いろんなフレームワークを受ける。例えば、ハイバーネートとか、アイバティスとか、まあ、S3、ORDB っていうのは、OR マッパーっていうのは、非常にそれぞれ違う、アプローチをしてて、全く性格が違うんですが、こういったものに対しても、まあ、いろんな設定の仕方があるし、いろんなコンポーネントの書き方によって、どれでもスプリングらしく使うことができるよというようなことを、意識しています。なので、スプリングの人というのは、非常に発想が、柔軟というか、意外に柔軟なんじゃないかなと、スプリングの周りにいる人はと思ってまして、柔軟だよなってことを思いながら、とですね、一昨日あたりに、こういうことをしたら面白いんじゃないのかなと思いまして、レイルズでスプリングが使えるっていうのはどうなんだろうと思いつきまして、ちょっと作ってみました。で、何ができるかというと、レイルズの、まあ、UI 周りのところはそのまま使ってください。それに Java なり、Java E なり、AOP のパワーを提供することが、まあ、スプリングだったらできますよね。当たり前ですけど、すべての J3 機能を利用可能ですから、OA だって、RMI だって、分散トランザクションだって OK ですし、まあ、REST でもいいし、WS アスターとかのでもいいし、もっと簡単に、普通に OR マッパー組み合わせてもらうのも構いません。で、デモ用のアプリも作ってみました。これ意味があるのかどうかとかですね、そういう難しい話は後のパネルでお楽しみください。まあ、これは作り方の題なんですけど、ワープラというものがありまして、レイルズのアプリケーションをワーにしてくれるものがあります。ゴールドスパイクというものをですね、ラッピングして、
先ほどの高井さんの説明で言うと、サーブレットのリクエストをディスパッチャーに流すような簡単な仕組みですね。それによって、Rails がトムキャット上で動いたりします。で、Spring そのものは、呼び出しの範囲は、Spring そのものの起動は、WebXML の範囲なので、特に Rails に触らないで、J2E の基本的な、JavaEE の基本的な範囲でやります。小一郎さんに手伝ってもらいました。で、どんな感じになっているかというと、まあ、こんな感じで、さっき、まあ、コントローラーから、RHTML 流れるんですよという話があったんですが、まあ、そこで Java のビジネスロジックにアプローチできるというようなものですね。これデモも何もないんですけど、これビジネスロジックで、メッセージを返すようなすごい単純なビジネスロジックですね。で、設定ファイルの方で、与えたメッセージが出てきますよということで、WebXML に設定をしてもらって、レイズのコントローラー上で、まあ、これちょっと見るとどうかと思う書き方なんで、後で高井さんに教えてもらおうかと思ってるんですけど、Web アプリケーションコンテクストユーティリズを LB 内で、呼び出しまして、そこからサブレットコンテクストを使って、アプリケーションコンテクストを取って、そこから GetBean でルックアップをすると。非常にシンプルなやり方で、でそれを、レイズの RHTML 内で呼び出すと。以上って感じなんですけど、すいません、派手じゃなくて、まあ、こんなことも全然できます。まあ、要はその、まあ、これちなみにですね、じゃあ僕だけがこんなアホなことを考えるのかというと、そんなことはなくて、ゴールドスパイクの中の人もですね、スプリングとレイルズで組み合わせられるよみたいなサンプルコードを出していたりして、スプリングの周りにいる人って、自分のビジネスオブジェクトはスプリングで管理してほしいので、何でもいいからスプリングと組み合わせようみたいな意識が非常に強くて、まあ、そこら辺がスプリング対応のフレームワークとか非常に多い理由かなと思うんですが、まあ、そういったそのいろんな、フレームワークの考え方みたいなものをスプリングは許容することができるようになっています。で、スプリングの話だけで押してもしょうがないので、スプリングによるウェブアプリケーション開発というところなんですが、ここもまた漫然とした話になることを了承した上で聞いていただきたいんですけども、そういうですね、スプリングフレームワークは Web アプリケーション開発を真面目に考えるとどうなるかというと、設定にできるところは徹底的に設定でやっていきましょうと。で、Web アプリケーションの基本的なパターンを、フレームワーク上で支援しますよと。で、実際の中身は自分たちで書いていってくださいということになります。で、じゃあ、Web アプリケーションの基本的なパターンというと、まあ、MVC は、まあ、Rails も同じだと思います。だから、今は、まあ、これから流行るであろうと言われているのが、フローとカンバセーションスコープと言われているものですね。で、そういうものでやっていきましょうと。で、データアクセスに関しては、Spring はもう基本的にはお好きにしてくださいという姿勢ですので、ここに関してはノーコメントと。で、スプリングで普通にウェブアプリケーション開発をしようとすると、そもそもどれを選べばいいのかすら迷うあたりがスプリングらしいところなんですけども、何でもいいっていう話になるので、UI 側はスプリング MVC でもいいですし、ストラットでも JSF でもいいですし、マイバネージでもマイバディスでも JP、使いになっているものを、使いやすいものをぜひ使ってください。で、その代わり、間に Web フローなりスプリングフェいろんなものが管理しやすくなるよというふうに考えています。で、Spring Web Flow なんですけども、要は従来のアプリケーション、これは普通の CGI でも Rails でも一緒だと思いますが、従来のアプリケーションというのはページがあってビジネスロジックが動いてページが表示されて、そこからまたビジネスロジックに行ってルーティングがあってページが出てくると、非常に単純なものなので、下から青い矢印にピッと出てますけど、いきなりこのページに入り込んできてもできると、まあ、これセキュリティホールになりますよねみたいなことがというところのセキュリティハックを使ってSWF で出てますけど、フラッシュは何の関係ないのウェブフローの略です。で、じゃあ SWF によるウェブアプリケーションだとどうなるかというと、全体のアプリケーションの流れというのをカンバセーション会話ですねとして補助をしてくれてフローとして管理をしてくれます。で、そのフローに従って物事が流れながらロジックやページが表示されますよと。
まあ、要は真ん中のところのフレームワークの硬いところだけはスプリングが受け持つので、中身のページやロジックをどんどん突っ込んでいってくださいと。そういう形でフレームワークとしてやっていきましょう。そうすることによって、横配ですとか、リロードですとか、バックボタンですとか、そういった問題に対して、マークの方でよろしくやるので、アプリケーションの方は、きちんと自分のロジックなりページを書いてくださいというふうに。これが、また定義を説明するだけでこんなページもあるので、嫌な感じかなと思うんですけども、今みたいな感じで、ちょっと説明、ちょっと書いていただけるとですね、ごめんなさい、そこら辺はですね、非常に、問題はあるはあるんですけど、で、そんなあなたに、フローエディターみたいなものも最近用意されてきていて、あまり動かなかったりするんですけれども、まあ、これはこれからどんどん良くなると思うので、フローエディターみたいなものが用意されていて、フローを書いて、中身は自分で手で書いてというふうになります。で、ウェブアプリケーションパークの今後ということで、スプリングの、立ち位置なんですが、スプリング的に考えるとですね、まあ、パラメータ的な設定は相変わらず重要であると。まあ、裏返せばパターン化ですね。パターン化してパラメータ化していく。フレームワークがやれる範囲をどんどん段階的に増やしていきましょうと。で、暗黙的な設定という意味での規約は、まあ、使えますけども、スプリングとしてはほどほどにしていきましょうというふうに考えています。まあ、自分独自の、その要はプロジェクトなり、その会社独自の規約であれば、それをどんどんフレームワークの方に盛り込んでいってくださいと。で、そうやってスタックを重ねていって、自分のフレームワークを作っていってくださいというのが、スプリングの姿勢ですね。で、中間層のマネー、ビジネスオブジェクト、つまり UI とか DB はどうでもいいんだけど、中間にあるビジネスロジックだけはきちんとマネージメント。そのマネージメントしていくためには、やっぱり構造的に管理していくべきなので、XML が。それから、まあ、IDE がやっぱり今後は非常に重要なので、これがやっぱり大変になっちゃうと意味がないので、ここは IDE を頑張りましょうということで、で、なんでこんなことにスプリングがいろいろ頑張ってるかというのを僕なりにちょっと大きな言葉で書いたんですけど、まあ、スプリングというのはですね、そのシステム間とかシステム内を統合する手段を使い分けるために使ってくださいというふうになっていて、ウェブアプリケーション、単体のアプリケーションを作るというよりも、例えば企業内であれば、企業内の全てのシステムをどうやってつないでいくんですかとか、あるいは複数のサブシステムやサブプロジェクトで開発していたものを1個にインテグレーションするのに、スプリングというインフラを使ってくださいという姿勢になっています。システムはその、まあ、要は1箇所5列を挙げたところで全体としてきちんとインテグレーションできなければあまりの統合手段として使ってくださいと。スプリングっていうのはその中で抽象仮想として入ってくるので、それを使うことによって、あとはプラス J2 ジャバ E というのはですね、まあ、長年もう10年間やってきた実績がありますので、必要であればそこら辺のプラス Java E というのを活用してください。あと、まあ、多様性を受け入れるというところがやはり大きくて、一つの方法にこだわることはないというのがスプリングフレームワークの姿勢。どんなコンポーネントでもいいですし、やっていきましょうと。ただ、ビジネスオブジェクトは別に管理設定しなきゃいけないので、それはスプリングフレームワークでやればいいじゃんというふうに考えてやっています。でも統合は必要なので、まあ、コンテナとしてスプリングフレームワークは残っていく。まあ、フレームワークのためのインフラみたいなところで捉えてもらえばいい。で、そんなスプリングがウェブアプリ開発を語るとですね、こういった漫然としたですね、分かったんだか分かんないんだかよく分からない話に落ち着くわけですが、そんなところで、後々のパネルでお話をしていかれて、書くの忘れちゃったんですけども、スプリングフレームワークも勉強家をやっていまして、JHub ですね、ごめんなさい。Java Spring User Group ですね。はい。JHub はここですね。あ、というのをやっていまして、Spring User 会とかで、検索してもらえると、見つかると思います。今ちょっと、次回のメールが決まってないんですけども、また 2.5 が動いてきたら、勉強会すると思いますので、メーリングリストで何か参加してもらっていると、面白いかなと思います。というわけで、Spring フレームワークとしての、お話は終わり。
さっきからすごい無茶ぶりがひどいんですが、今からですね、4時ぐらいまで休憩をしまして、その後に、実際に占い師の方々にどうぞディスカッションをしてもらおうというコーナーがあります。多分やっとそれがすごい本番ですごい楽しいところなのかなと思いますので、というわけで4時まで休憩です。お疲れ様です。なんかこれ締めてなくてそういう締まらない感じですみません。お疲れ様。なんだよそれ、このゆるさ。